はいどうも、いったんです。今日はね、今年初めての YouTube 収益公開をやっていきたいと思います。はい、ということで、まあこれ今年初めてなんですけど、1月にね振り込まれた分なので、あの去年の12月の、YouTube 収益になります。まあ、なので今年初って言ってきながら、実はね去年の YouTube 収益です。まあ、これに関してはね本当にその確定した分でしか言えないので、まあ去年の1ヶ月前のものになるんですけど、皆さんぜひ最後まで聞いていってください。で今回も最初に、収益の方を発表して、その後、再生回数がいくらとかチャンネル登録者数いくら伸びた、あと1再生あたりの広告単価はいくらだったのかっていうね、詳細の方もお話ししていきたいと思います。はい、それではね早速収益の方を公開していきたいと思います。僕の2021年12月の YouTube 収益は17,506円でした。先月、いや去年も皆さんありがとうございます。はい、で今回もねあの前の月ですね、2021年11月の収益と比較していこうと思うんですけど、11月の収益は25,100円でした。はい、なので、約2500円ぐらいかな、収益自体はね下がりました。まあ、2500円って考えると結構ね落ちてるんですけど、何が原因なのかなって考えた時にどうなんだろう、12月ってあんまり動画を上げれてなかったのかな。12月はでも7本上げてるんで、そんなにまあいつもだいたい8から10本ぐらいなので、まあ極端に少ないっていうわけじゃないんですけど、まあ原因は分かりませんが収益はね落ちました。はい、じゃあここからはね、詳細のお話をしていこうと思うんですけど、まずは再生回数からお話ししていきたいと思います。2021年12月の、再生回数は 36,074 再生でした。はい、まあ、ということで再生回数がね結構落ちてますね。でこれもね、11月とちょっと比較してみると、11月の再生回数が 45,421 再生でした。なので結構落ちてますね。9,000 再生ぐらい再生回数が落ちてますね。まあ、こう見るとねこれが収益が落ちた原因ですね。はい、じゃあ続いてはね、チャンネル登録者数の伸びについてお話をしていきます。12月は新たに134人の方にチャンネル登録をしていただきました。チャンネル登録してくれた皆さんありがとうございます。でこれもね、11月と比較してみようと思います。はい、11月は312人だったのでこれ結構落ちてますね。180人ぐらいかな、新規の登録者っていうのはね減ってますね。まあ、というので今のところ収益も再生回数も、新規の登録者数もかなり落ちてますね。はい、それじゃあ最後はね、収益に直結してくる1再生あたりの広告単価のお話をします。12月の1再生あたりの広告単価は 0.49 円でした。はい、でこれもね11月と比較してみると、11月の広告単価が 0.45 円でした。はい、なので広告単価自体はね順調に上がってますね。0.04 円広告単価は上がりました。はい、ということで収益は下がる、再生回数は下がる、新規の登録者数は下がる、でも、1再生あたりの広告単価だけはなんかね去年ずっと1年間右肩上がりで上がってましたね。まあ、なのでせっかくね広告単価上がってるのでもっと再生回数伸ばしてね収益ね上げれたらいいなっていうふうに思いますね。はい、ということで今回は、今年初のYouTube 収益公開をねやっていきました。もう僕ねこの YouTube 収益公開の動画って毎月上げてるんですけど、ずっとね見てくださってる方は分かると思うんですけど、9月ぐらいかな、9月ぐらいの2万5千いくらっていうのをピークにそこからね下がってきてるんですよ。そう、なのでちょっとねまた1本でも2本でもなんかバズる動画を作ってね収益伸ばしていきたいなっていうふうに思います。はい、でまたねこの収益公開動画は、来月もやろうと思うので、皆さん見たいよっていう方はね、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。